ヘリオス航空ボーイング737から300。ヘリオス航空は1998年から2006年まで地中海にあるキプロスと欧州各地を結ぶ低価格航空路をチャーター機で運航していた航空会社。ヘリオス航空は1998年9月23日、キプロスの最初の独立系民間航空会社として創業された。2000年5月15日に イギリスのロンドンガートウィック空港にその最初のチャーター便を運航した。その後リースしたボーイング737を使用し、欧州各地にチャーター便を運航した。しかし、2005年8月にギリシャで墜落事故を起こし搭乗者全員が犠牲になったため経営が悪化した。そのため、ヘリオス航空は2006年3月14日に、 アルファジェットに営業を譲渡し事業から撤退すると発表した。しかしアルファジェットも2006年10月30日に90日間の営業停止を発表。それに対しキプロス政府は追徴課税をリース会社もすぐにリース債務を支払うように要求したため2006年10月31日にキプロス政府によって預金口座が凍結され翌日には 事業停止に追い込まれた。なお、同航空会社のチャーター便運航権は、イギリスエクセル航空に買収された。2006年10月当時。ありがとうございます。